次のエクササイズはまたバランスボードを使ったツイストのエクササイズですね。トランクローテーションという種目になってきています。先ほどのエクササイズと違って、これ難易度がちょっと高いエクササイズになってます。ブリッジの要素と、あとは股関節をワイドに使うという形で若干上級編になってますから、ちょっと頑張ってトライしてみてください。じゃあちょっと見てください。お願いします。素晴らしいですね。ありがとうございます。戻しましょうか。今みたいな形見ていただいたか分かると思うんですけども、まず片足で固定するってこと時点で難しいですよね。でその状態で逆足の股関節をワイドに大きくローテーションしていくっていう種目。ただ考えてみてください。野球の動作と限りなく近いですよね。片足軸足上で体幹を回転させる、踏み込み足上で体を回転させる、このエクササイズ野球にすごく近いエクササイズで、僕バランスボールのエクササイズの中で必ず入れるエクササイズです。ぜひ新入生の皆さんも先ほどのローテーション全部できるようになってきたら、最終的にはこの動作をできるように頑張ってみてください。お願いします。